DMX、1970年12月18日から2021年4月9日は1990年代後半から活躍し始めたアメリカ合衆国の音楽プロデューサー、ヒップホップ MC、俳優である。芸名の由来は彼が80年代に使用していたドラムマシーンオバーハイム DMX から犬が吠えるようにがなり立てるような独特な発声の 中にハイトーンのシャウトを含ませるフロー一小節末で同一の単語を使いつつもその直前の単語を変えることで音音を複雑なものにするなど非常にスキルフルな MC である DMX はニューヨーク市で生まれるが幼少期の早い時期にヨンカーズへ移住多くの時間をストリートでの犯罪行為に費やしたしかし彼はビートボクシング ターンテーブルといったものを楽しむうちにヒップホップを苦難の日々からの脱却であると深く考えるようになった。1991年未契約の有望ラッパーを紹介するザソースマガジンの名物コラムアンサインドハイプに取り上げられレーベルラファハウスと契約。1992年にはシングルボーン・ルーザーでデビューするも十分な成果を得ることができなかった。しかし、 1994年にセカンドシングル、メイク、AMOVE をリリース。1997年に、レッドマンや、メソッドマンらと共に参加した LL クール J4321 での客演が高い評価を得る。1998年には、数多くの客演を経て、ヒットシングル、Get AT メドックをフィーチャーした、ファーストアルバム、It's Dark and Hell Is Hot をリリース。 同作は、初登場で、全米チャート主位の座を射止める。このことからシモンズは2パックと比較されるようになり、同作の売り上げは400万枚を超えた。またこの年、映画、ベリーで謎と共演、銀幕デビューを果たす。翌1999年には、セカンドアルバム、フレッシュオブマイフレッシュ、ブラッドオブマイブラッドをリリース、初登場で、チャート1位。 そしてラフライダーズのコンピレーション、ライドアダイ、ボリューム1を挟み同年末、サードアルバム、そして X が残った、をドロップする。3作連続での初登場1位を記録した、同作からは、What's My Name、ィーアップのヒットを生み、同アルバムの売り上げは500万枚を突破する。彼を取り巻く法的な状況が改善された2001年の3月には、通算4作目のアルバム、 ザクレートディプレッションをリリース。芝叩く間にトリプルプラチナムを獲得するが、前作と比較して、商業的に成功したとは言いがたく、評価もかんばしくないものであった。2003年には、大ヒットシングルウェアタ、フットエティ、ゲットイットオンザフロアを収録した通算5作目のアルバム、グランドチャンプをリリースする。今作によって DMX は、史上唯一、 デビュー作からアルバム5作連続チャート主位を手にしたアーティストとなった。発表後、彼は今作を最後にラッパーを引退する考えであることを公に述べた。しかし2006年の1月、DMX はかつて彼がキャリアの初期にボーン・ルーザーをリリースしたコロンビアレコードと契約する。彼はレーベルを変える間にかなりの遅延を重ねながらも自作を録音し、 ついに2006年の8月1日を発表する。今作は100枚ほどの差で、チャート順を逃すこととなった。また彼は、バスタライムズによる、タッチ・イットのリミックスにも客演し、さらに2曲のシングルロード・ギブメ、A サインと We In Here を続けて発表した。グレーテストヒット作品である、The Definition of X, The Pick of the Reader が2007年6月12日に、 また2010年の1月26日には、Where the Foot AT, X Gone, Give It To Ya などのシングルのヒット作をフィーチャーしたコンピレーションアルバム The Best of DMX 発売された。2011年、彼の7作目となるアルバム作品 Redemption of the Beast が制作中であると報じられた。DMX はビルボード .com に対して自作に向けて ノンストップで毎日制作中であり、年内の12月までにリリースする予定であると述べた。同年の9月24日、新曲ラストホープの動画がウェブ上で公開されたが、この曲が新作アルバムに登場するかどうかは不明である。新作アルバムリデンプション・オブ・ザ・ビーストは12月6日に発売される予定である。2021年4月2日、深夜。 薬物の過剰摂取による心臓発作を発症し、ニューヨーク州ホワイトプレーンズの病院に緊急搬送。懸命の治療が行われたが、同年4月9日死去。50歳没。前述のように DMX は映画ベリーで、ナズ、メソッドマンそして T ボズと共演し、俳優としてデビューした。2000年にはロミオマスト大でジェットリーやリーヤと共演。 この映画が俳優としての彼の出世作となり、続く二つのアクション映画、電撃電撃と、ブラックダイヤモンドはヒット作となった。しかし、これ以降ネバーダイヤローン、ラストアワー、デストール、ロックジョー、ライズ・オブ・ザ・クラブ・サーペント、ザ・ブリーディングといったアクション映画に出演しているが、いずれの作品も商業的に失敗している。DMX は、現在10人の子供がおり、 そのうちの4人は前妻のテイシェラ・シモンズとの間にできた子供である。結婚11年後、DMX が釈放されてからちょうど2週間後の2010年7月22日、テイシェラは DMX と別居中であると述べた。2009年、DMX は福音選挙の道に入るが、音楽活動も続けるつもりであると述べ、懲役生活に先立って彼は、 ゴスペルアルバムを完成させた。MTV によると、彼は、講談から説教をするための聖書学習に備えて、セミリタイヤしたとのこと。キャリアの初期から、DMX は、動物虐待、暴走行為、無免許運転、麻薬所持、文書偽造などいくつもの罪により逮捕されている。1998年、DMX はレープと、拷問成功。 そして拉致監禁によって起訴されているが、この件に関しては DNA 鑑定の結果から有罪を免れている。翌年 DMX は JG、メソッドマン、そしてレッドマンと共に JG のハードノックライフツアーに参加したが、途中ボストンにおいて DMX は障害の疑いで再逮捕された。しかし、後に無実であることが証明され、 また故郷であるヨンカーズでの暴行事件についても無罪となっている。ランの栽培を趣味としていた。2015年に ABC シットコムのフレッシュ・オフ・ザ・ボート第2シーズンのエピソード9、ウェデンソンに本人役で出演し、自らのランを育てているプライベートの音質で演芸のノウハウと女の子の扱い方を少年に教えるシーンを演じている。DMX は当初、 JG と同じように、ジャルールとも友好関係にあった。DMX と JG、そしてジャルールはかつては、マーダー・インクの共同名義で曲を録音するなどしていた。DMX と JG はまた、ジェロールのファーストアルバム収録曲 Its m ーダ d にも、客演していた。次第にジェロールのバスター・イムズ、ドクター・ドレイ、エミネムと50セントなどとのビーフはなくなっていたのだが、 DMX がジェロールのしゃがれた発声法が自身の真似だと楽曲中で攻撃してから何年にもわたって対立関係が続くようになった。DMX は2005年に刑務所から釈放された際、ラップゲーム上でのライバルとの早急な和解を希望していることを認め、次のように語っている。ゴッチが刑務所にいた俺を訪ねてきて、ジェロールと和解してほしいって言ったんだ。 それで俺も、良いね、こっち、そうしよってさ VH1S2009 ヒップホップ、オーナーズにおいて、DMX はついに、ジャルールと和解した。ありがとうございます。